皆さんこんにちは、スペースの今日は何しようチャンネルでございまーすと、今日はですね、まあ、いつもね車中泊とか、バイクとか、前回はね、瀬波温泉、ね、瀬波海岸で、ハイジェットカーゴかで車中泊した、ね、動画をちょっと、作りましたけど、今日はですね、また山の方に、来てます、新潟県はね、阿賀町、ここは三河かな、キノコ園があるから。で、今日ね、阿賀町のちょっと真面目にね、津川の歴史にちょっと触れたいなと思いましてですね、結構ね、津川って温泉とかね、雪が降るので有名だったりね、まあ一番有名なのは狐の嫁入りか、が有名なんだけどね、まああれも歴史があるんだろうけど、建物とかね、いろいろね、よくよく見ればね、歴史的なものが結構あるということでね、この前も YouTube のね、ある方の動画でね、津川が紹介されてるのを見てね、ちょっと自分も行ってみたいなと思ってですね、今日、まあ、天気はね、ちょっと曇りですけど、津川の方のね、ちょっと歴史的なものというかね、そういったものをね、ちょっと撮影しに、行きたいなと思います。はい、津川に来ました。ここはね、津川の狐の嫁入りのとこなんだけど、今日はね、休みで多分やってない。からまあ入り口のとこはね、こんな感じになってる。こういう石像もあってね、狐の嫁入り屋敷、これ有名ですよね、皆さん新潟の人はほとんど知ってると思います。まあ、少しね、街並みを見てみようと。まだね、こういう壁のお家とかね、やっぱこう津川の街並みを重要、ね、大事にしているような作りの家が多いですね、やっぱり。この先にね、旧平田家のレンガ造りの壁が残ってるのをね、ある方の YouTube で見たんでね、来てみました。あ、こうトンボっていうね、カフェがあるのかな、これ。ギャラリーと喫茶店だね。この建物もすごいですね。これかな、レンガ造りは。ちょっと道路渡ります。すごいレンガ造りだね、これ。ほら、これ壁だけ残ってる。結構長いよ。これはね、旧平田家の倉庫跡なのか、家の跡なのかわかんないですけどね。ずーっとこのレンガが残ってる。結構ね、奥まであるんでね、入っていっていいのかな。すごいなんか歴史を感じるね、やっぱり。そうだよね、歴史を見に来たんだもんね、今日は津川に。あ、ここまだあるよ。家の壁だったのかな。旧平田家だからね、どういう符号だったのか、そこまでは調べてないけど、結構残ってるんですね、この裏まで。ねえ、こういうのがやっぱ津川にもあったんだね。全然知らなかった。こっちも残ってるの。中に家が建ってますけどね。どこまであるんだろう。ここまでかな。ここまでだね。うん、
すごい。わざと残してんだよね、やっぱね、こういうのは。なかなかね、津川も中の方に入るとね、なんかちょっとバラック的なところも見え隠れしますね。もう人が住んでないのかな、ここは。住んでるのかな、分かんないけど。いや、すごいですね、薬局になってんだ。まあ、これがそうですね、これも旧平田家のレンガ造りの残りだって言ってましたね。なんかこういうのって歴史を本当感じるね。すぐ横に家あるけど、これもわざと残してんだろうな、やっぱ。これ裏側はね、どうなってるかというと、裏側は何もないですよ。でもこっちの方はね、ツタがもう巻きついてるからな。こっちの方はなんかすごい雰囲気的にはすごいいいですね。これもわざと残してんだろうな。いやー、なかなか津川ってすごい歴史的なものが残ってますね、やっぱりね。ここ港町っていうんですか。なんで山の中なのに港町と言うんだろうね。ここに火口跡が表示されてるね。もうね、もともとあった津川川港跡、川港跡、大船渡ってとこだかな。江戸時代。塩や海産物などを運んでた。ここはその後なんだね。なんとなくね、残ってるけど。こういうコンクリがね。あるけど。あ、ここはそうだね。これがその後だね。なるほど。もう一個どっかにあると聞いたんだけどな。どこだろう。ちょっとね、路地をまた曲がって川沿いに来てみた。いやー、いい街並みだ。街並みというか、ほんと風情があっていいですよ。ああ、このお家あれだね、雪が降るからこういう板をつけられるようになってんだね。ああ、なるほど、なるほど、なるほどだ。ああ、見つけた、ここだ。ここですね。港、新川戸ってのかな。津川河口、会津藩の表玄関だったんだ、やっぱな。ここにもね、塩や海産物を輸送したと書いてある。この柵はね、新しく作ったらと思うよ。危ないからね。ああ、こうなってんだ。
へえ。ちょっと下びちゃびちゃですけど、滑らないように気をつけて。こんな感じ、これも当時のままなんだろうね。よいしょ。こういうのがね、残ってるっていうことがもうすごい。わあ。向こう側にもあるんだね。ちょっと向こう側行ってみよう。よいしょ。いや、びしゃびしゃだ。電車だ。すごいね、あの岩山がすぐ見えて。ああ、ここもやっぱロープを巻きつけるの残ってんだね。いやー、ほんと今日はいい歴史だね。いや、いい歴史に触れてるというか、残ってるんだね。ここも3段ありますね。残ってることが本当すごいね。これで水かさが増したらもうね、ここは見えなくなっちゃうんだろうね。あ、もう一段あるんだ、水の中に。やっぱね、船の高さがあるからね、こういう風になってるのかもしれない。すごいね、その当時は栄えたんだろうね。わかんないけど、いやでもなんかこういうのに触れられたことはなんかね、今日はすごい良かったね。まあ足元がね結構滑るんでね、来られる方は気をつけてね、来てみてください。なかなかちょっと場所を見つけにくいです。でも川沿いをね歩いていけば見つかりますね。結構な汗かきましたけど。これも昭和でしょう。お家なのか。何切ってものこれ。トンボと呼んでます。そしてね。いやー、本当に昭和の感じがしてすごいいいとこですね。こんなにいいとこだと思わなかった。いや、素晴らしいとこだ。一応ね、さっきこのいろんな方に聞いたんですけど、この狐の嫁入り屋敷のこの下にね、その昔の港があったんですけど、それは再現されたもので新しく作られたもんだということでした。今日はね休館日になってますね。土曜日ですけど休館日です。はい、今日はですね、ちょっと真面目な動画、本当に真面目かな。今日は津川、阿賀町津川に来ましてね、津川の歴史的なの残ってるものをね少し、探索しました。
街並みはねすごく良くて、はい、ほんと昭和をねまだ感じるいい街でした。もしね雪降る前によかったらね皆さん、見に来られてはどうでしょうか。ということで、津川の街をね後にしたいと思います。最後までねご視聴いただいた方、ありがとうございました。